名前は安藤直也と申します。工学部社会環境工学科です。専門分野は水道水を作る分野で、水処理工学または衛生工学というふうになります。朝起きてですね、ご飯を食べる時のそのご飯を作る水、これを作るのもこの社会環境工学科で学ぶ社会インフラの一つですし、トイレを使った後にトイレの水が行き着く先、下水処理場なんですけども、そういうのを作るのもこの学科の一つの分野になります。学校行く途中に使う道路だったり橋だったり、そういうのも土木系というんですけども、社会インフラはこの社会環境工学科携わってる分野になります。大きく分ければですね、技術系の公務員、建設業ですね、コンサルタントとかですね、ゼネコンと言われるところに行く学生が多いですね。教職課程もありますので、中学校の数学の先生になったりとかという学生も一定の割合でいます。社会インフラに興味がある人っていうのは一番いいんですけども、まあまあ高校生活の中でなかなかそういうのに興味を持つっていうのは少ないと思うんですね。そうすると物理が好きだったり数学が好きだったりという生徒さんはすごくウェルカムですね。でまた自然環境に興味があるということもすごく重要なことですので、そういう生徒さんもぜひ一緒に学べたらなと思います。たまに使いますね。基本的に麺類が好きなので、学食で食べるときはラーメンを食べてます。特に好き嫌いはなく、何でもラーメンだったら食べちゃいますね。この社会環境工学科は人々の生活を支える基礎を学べる学科ですので、もし今生活で何気なく使っている道路や橋、近くを流れている川とか、そういうものが全て社会環境工学科に関わっているということになります。そういうものに興味があったりですね、ちょっと地図に残るような仕事をしたいとか、そういう方はぜひ一緒に学べたらなと思います。